今回は古い獣脚類について解説していきます。鳥類と似たような特徴を持っています。そんな恐竜たちです。ゆっくり見ていってね。1. ウネンラギア。ウネンラギアは後期白亜紀に生息していた獣脚亜目に属す恐竜の属。化石はアルゼンチンのネウケン州で発見されている。全長は約2から3メートル。学名は現地の言葉で鳥の半分もしくは不完全な鳥を意味する。いわゆる恐竜と始祖鳥の中間にあたる動物とも言われている。肩甲骨に存在する上腕骨を貫接するくぼみが、他系統の恐竜では下を向くのに対し、本種では外側を向くことが化石から判明している。この特徴は本種が他系統の恐竜よりも腕を高く持ち上げる行為が可能だったことを示し、ひいては鳥類の羽ばたきへと発達したものと推測される。ただし本種に関しては体が大きく真の飛翔は愚か、滑空も難しかっただろう。おそらく失踪時に体の平行を保つために腕を広げたのだろうと思われる。2. パタゴニクス。パタゴニクスは白亜紀後期のアルゼンチンに生息した獣脚類の一種。アルバレスサウルス科に属する。アルゼンチンのリオネウケン類層に含まれる、層の露頭から発見された。この層の年代は中ロニアンからコニアシアンと推定されている。頭骨を欠いており不完全ではあるが、保存状態は良く、多数の椎骨鉱子が含まれている。パタゴニクスはパタゴニアのカギ爪を意味する。全長2無程度と推定される。パタゴニクスは軽量の肉食恐竜であった。鉱子と尻尾が長いのが特徴的である。手には一本のカギ爪がついていた。腕は特に独自な作りになっていた。上腕骨は短くて細くなっていて、太い尺骨が中間節から後ろに突き出していた。カギ爪の骨は尺骨と同程度の大きさであった。3. モノニクス。モノニクスは白亜紀後期のモンゴルより知られる痩せた足を持つ獣脚類恐竜である。この足は軽快に2本足で移動し、かなり速く走ることが可能で、彼らの住む開けた乾燥した平原では有用であったのだろう。頭骨は小さく、歯は点在しており、昆虫やトカゲや哺乳類などの小動物を食べていたことが示唆される。大きな目を持っており霊量で捕食者の少ない夜間の狩りが可能であったと見られる。モノニクスは小さな恐竜で、体長はたった1メートルほどである。他に鳥のような融合した手首の骨と有骨状の胸骨で特徴付けられる。モノニクスはその近縁種と共にアルバレスサウルス科のメンバーであり、非常に奇妙な長さ約 7.5 センチの大きな1本の爪を持つずんぐりした腕を持つ。他の2本の爪は消失している。これらの高度に特殊化した腕の用途はまだ謎であるが、現在のアリクイのようにアリ塚を壊すのに使い、主に昆虫を餌にしていたと示唆する科学者もいる。4. アルバートニクス。アルバートニクスは2002年にカナダのアルバータ州、7000万年前の地層から発見された新種の恐竜です。鶏程度の小さな恐竜で、北米大陸では最も小さな恐竜と言われていますが、発見された個体は子供という可能性もあります。同じ仲間のモノニクスやアルバレスサウルスと同じくピンセットのように細長いくちばしと長くて細い甲子、そして前肢には太くて短いカギ爪を持っていました。くちばしには小さな歯がびっしり生えており、昆虫を食べていたと言われています。また前肢のカギ爪は頑丈な構造をしており、これで木の幹を切り裂いて中にいるシロアリを食べていたという変わった恐竜と考えられています。5. アーケオプテリクス。アーケオプテリクスはジュラ紀に生息し、特徴的な羽毛から世界で初めて鳥類と恐竜の関係を強く示唆された、1800年代に発見された主要な化石において最も原生鳥類に近いとされた歴史的に重要な生物である。アーケオプテリクスの最初の化石は1860年、ドイツのバイエルン州のジュラ紀後期の地層から発見された。この地は古生物の化石の名産地として有名であり、アーケオプテリクス以外にも、この地でしか発見されていない多数の化石種がある。アーケオプテリクスの大きさや外形はカササギに近く、前足に羽が並んで幅広で曲線的な翼を形成し、後足は基部には羽を密生するが半ば以上はそれを欠く。また、全身に薄い羽が生えている。
これらの特徴は原生の鳥類に似ているが、鋭い歯を備えた顎を持つ点、カギ爪のある3本の指を持つ点、そして長い尾に骨を持つ点などが明らかに異なる。全長は50センチほどである。6、プロトアーケオプテリクス。プロトアーケオプテリクスは、中生代白亜紀前期の現在の中国に生息した羽毛恐竜。プロトアルカエオプテリクスと呼ばれることもある。体長約1メートルで骨脚の特徴が始祖鳥によく似ていて羽毛を持つため、原始祖鳥と名付けられた。恐竜の中でも鳥類に近い系統ではあるが、ドロマエオサウルス科などの進化的な羽毛恐竜がより鳥類に近い。生息時期も始祖鳥より後である。またプロトアーケオプテリクスの羽毛は左右対称であり、飛翔できたとは考えられない。歯は肉食恐竜特有のノコギリ状で、長い尾には10センチもの羽が生えていた。7、カウディプテリクス。カウディプテリクスは中生代白亜紀前期に生息したオビラプトロサウルス類の羽毛恐竜である。鳥類のような尾羽が特徴で、扇形に発達していた。そのためを羽鳥とも呼ばれるが鳥類ではない。過去、飛ばなくなった鳥だとの説もあったが、歯や胸骨などの形態から否定されている。体長約1メートル、二足歩行で尾羽の他にも前肢や身体に羽毛を生やしていた。これらの羽毛は綿毛状や羽軸と羽弁を持つものなど場所によって構造に違いがあるなど羽の構造が発達しているが、腕のものでも形が対称形であったため、飛ぶことはできなかった。この腕には3本のカギ爪を持つ指があった。糞は角質のくちばしとなっていたが、上顎に小さな歯を残していた。また、胸骨は幅広く、鳥に似た形態ではない。8、ネウケンラプトル。ネウケンラプトルは、後期白亜紀の南アメリカ大陸に生息したドロマエオサウルス科に属する獣脚類の恐竜。化石はアルゼンチンの類層から産出した。南半球から発見された最初のドロマエオサウルス科恐竜の一つである。ネウケンラプトルの化石は1996年1月にアルゼンチンのパタゴニア北部のネウケン州の付近で発見され、同年に報告された。ネウケンラプトルが南アメリカ大陸から発見されるまで、ドロマエオサウルス科恐竜の発見地は北アメリカ大陸ヨーロッパ北部中国モンゴルに限られており、古生物学者はドロマエオサウルス科がローラシア大陸すなわち北半球の身に分布していたと考えていた。しかし南アメリカは中生代においてはゴンドワナ大陸の一部であることから、ネウケンラプトルの発見により南北の大陸がどれほど孤立していたかある程度の示唆がもたらされている。いかがだったでしょうか。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。他にも様々な動画を出していますので見ていただければと思います。それではまた。